皆さんこんにちは、森崎アリスです。はい、こんにちは。はい、第今多分1個目の動画が出したばっかなので、はい、これ2個目動画です。はい、でポップコーンを前回作ったんですけど、うん、まあ、グローポップコーンだったり、ね、全力失敗しましたね。全力ポップコーンで全力失敗しました、ね、はい、しましたが、このディップソース付きのめっちゃうまそう。ポップコーンにパセリインっていうのを作った。めっちゃうまいよ。なのでポップコーンの大行列です。そうです、勝った。あ、じゃあ目つぶって何食べたか。やめてー。いやだ、普通に行きたい。それ当てたくない。うわ、ぬるっとした。うわ、ぬるっとした。怖い。さっきの赤いの塗られてる。怖い、食紅やだ。アボカド、あ、ピーポー。ポップコーンの軽やかさを無視してる。マジで、うまそうだよね。美味しい、美味しいねんけど、ポップコーンの食感は消えた。ポップコーンの食感までも消える。いや、香ばしさはあるけど、食感がどこかに。ニチニチしてるもんだって。サラダ味、サラダ味。はい、これはマヨディップソースで作ったパセリ味のサラダポップコーン。そしてこれはカレージオのサラダじゃない、カレージオポップコーン。やな顔してんね。これトマト塩とレモン塩です。食感が感じてない。ないよね。ねちゃねちゃみたいな。そしてこっちはキャラメルとチョコレートのソースにレザンとチョコをプレーかけてみたよ。いや、そういういっぱい種類です。これ酒飲まないやってらんねえな。あ、うまい。あ、どう？うまい。うま？なんだよ。新しい。あ、店の味？今ちょっとというか。でもなんかあるよ、こういう味。あるよな、あるよな。うんうんうん、あ、いけたんじゃねえ。ああ。うまい。うまい。これ実験の結果、甘いやつは成功ってことですか。うまい。あ、うまい。なんかなんでこれにしたの。にゃんにゃんってなる。なんでこれ入れたの。なんかね、色がまた卵サラダっぽいから腹立つ。まあ、そうそう。なんか期待していったのに。そうそうそう、見た目に騙されてねってなる。また、これ普通のやつか。うわ、ひでえ。気持ち悪い。これさ、多分もっと固まれば分かる。ね、あ、なんだ。チョコの率上げて固まらせたらいいよね。そうそうそう。キャラメルソース分かった。ネチョネチョしちゃってるから。これでいくんだよ。でもうまい。やだ顔。やだ顔。すごい、あのご飯みたいになってる。わかる、ね、わかる。途中からなんかあれ、サラダに元からいたやつだっけ、食べてる。なし、あ、あ、リアクションでっけ。濃いな、濃いな、存在が濃いね。重いな、濃いな、これ存在、あ、存在感が半端ない。やばいんだよ。これ作るとんだ。シュワシュワした感じ。何パンってこと？ずーっといて、サラダの中に。随分含みすぎて。そう。で、シュワシュワし、なんか、にゃ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 。あ、にゃにゃにゃって分かるかもしれない。一番作るとっぽいの食べてみる。何をしているんでしょう。私たちが。結果。これね、普通に食べたかった。分かる。普通にアボカドリップで食った方がうまいポジションだね。はい、新年早々ポップコーン祭り、わっしょいわっしょいでした。わっしょいわっしょい。